韓国で本当に大ブレイクしている人っていうか、うん、ペンギン一匹がいるんだけど、うん、あーなんか横たわってる寝そべってるペンギン、クレイアニメで出てくるあんなペンギンじゃない？あ、そう、多分、そう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 、なんか目が丸丸ってした。あ、だったら違うね。あ、違うので、名前がペンスっていう。うん、ペンス？うん、ペンス。へえ。で、初めて聞いた。うん、形としてはあのクマモンみたいな、うん、あー、いた、ペンス、これか。え、見た？見たー。あー、なんかヘッドホンつけてびっくりしたような目をしてるやつ。うん、それそれ、ペンス。うん、へえ。そのペンギンが今流行ってるのよ。なんで流行ってるのこれ。ゆるキャラみたいな感じ。いやー、まあゆるキャラっていうか、結構喋れるし、ふなしのように、うん、実際は小学生向けに作られたキャラクターなのに、うん、なぜか20代、うん、30代の若者たちが大人気なの。もう俺も結構ペンス大好きだしね。流行ってるんだ。ミームみたいな感じ？ミームじゃない。ま、とはまた、あ、違うんだ。あ、ペンス自体が、クリエイター、YouTuber なのよ。え、そうなの？うん。そうなんだ。すごい。すごい。うん、ゆるキャの YouTuber なんだね。面白いね。うん。ま、一度でも見た方がいいのよ。見てみる。うん。おすすめの動画あったら見てみたい。うん。あ、ペンか。言ってる。うん、そう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 。あ、今見てるんだ。いいね、面白そう。後で見よう。ピピって、静電気よく来る、うん、タイプ？あ、静電気ね、全然来ないタイプ。だからあんまりバチバチない。あ、全然来ない。うん、大丈夫。ちなみに俺はめちゃめちゃ来るタイプよ。ビリビリタイプだね。もうビリビリ。最近はね、うん、まあ、よくイヤホンをつけて、うん、何か作業をしてるの、うん、いつから立ち上がった時に突然、うん、イヤホンからパチッパチッパーンって聞こえて、いや、もうビリビリしたのよ、その耳の奥から。ヘッドホンから鳴って耳の中っていうか耳の奥に静電気来たってこと？ヘッドホンじゃなくてイヤホンだよ。あ、そうか、そう、イヤホン、イヤホン、イヤホン。怖いね。あ、いや、もう生まれて初めてだったし、うん、結構びっくりしたので、いや、もうもしかしたら俺の耳の奥の硬膜が破れたみたいな、そのヤバかった状態で。耳の中は怖いね。そのスパークの音がすごく大きく聞こえたのよ。ほんのいいよね、だって耳だもんね。ほんの静電気なのにバチーってなるんだね、きっとね。パチッパーンって。怖い。結構伝わらないよ、うん、あれって。逆に耳の中でなることあるんだ。なったことないや、耳の中は。うん、職場だけで静電気がよく来るのよ。うちに帰るとそんなに静電気はかかってこないんだけどね。職場がなんか怪しいね。怪しいっていうか、まあなぜかというと そちらの方がまあ湿度が低いからよく乾燥してるからな。だから静電気がよく来るのではないかなと俺はちょっと思ってるのよ。あ、ヤースさん、伊坂美琴みたいなタイプだなーって。伊坂美琴って知ってる？レールガンのやつだよね。レールガンね。あー、レールガンのやつ。そうそうそう。毎日ビリビリビリって。レールガンできるよ。あー。
最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価は忘れずにお願いします。